皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島プエルトプリンセサからお送りしています。私が今パラワン島のプエルトプリンセサというところに住んでおります。で、ここの地にも日本人の、ね、仲間がたくさんいます。で、そのうちの一人、飯島さんって方がいて、もう十数年来の付き合いの人なんですけど、まあ数日前にね、結婚式を挙げて、僕よりね、だいぶ先輩でいい年なんですけど、本当にね、ガッツのある方で、で、今街中でね、居酒屋、食堂、飲み屋そんな感じのところをやってるんですけど、メインストリートのね、リサラベニューっていうところの一本南側を走ってるマナロ通り、マナロストリートってところのチキンイナト、ハイムチキンなんて出てますけど、そこの斜め向かいでやっています。とてもね、なんか、落ち着くところで。飯島さんがいるときはね、マグロの刺身だとか、餃子だとかをね、餃子好きでね、よく食べに行くんですけれど、で、そこのね、僕の、まあ、古くからの友人である飯島さんのね、ちょっとお願いなんですけれど、本当にちょっと言いにくいことなんですけれど、ちょっと飯島さんからもね、お願いされて、たくさんの方がね、結構な数の方が僕のこの YouTube を見ていただいて、パラワン島プエルトプリンセスに来て、飯島さんを訪ねていくって方が結構いらっしゃるようで、飯島さんはね、うちはもういつでもウェルカムだからって言ってましたけれども、なんでか、ビジネスをやってるからなんですね。食堂、まあ、綺麗に言ってしまえばレストランですよね。レストランでというビジネスをやってるって時に、来た方っていうのはお客さんですよね。ですから、ウェルカムっていうのは、お客さんウェルカムなんですよ。来たら飲み物をなんかのビール飲む、あるいはなんかちょっと食べるものを食べるだとか、結局商売なんで売り上げが立たないとしょうがないわけですよね。で、そこに YouTube で見た、あ、飯島さんだ、飯島さん知らないですから、初めて訪ねていく方のこと、そこに行って座って、これ結構あったらしいんですけれども、店内に座ってね、飯島さん、まあその奥さんがね、飯島さんが2階にいると、日本人の方来たよって言ってね、で、飯島さん降りてきますよね。飯島さん知らない人がいるけど日本人だから、あ、どうも。って言ったら、あ、飯島さん、誠チャンネルで見ました。YouTube で見ました。ファンです。とか言って来るらしいんだけれども、飯島さん、まあまあ、どうぞ座って。って言ったら、何飲みますかって言ったら、いや、今喉渇いてないからいいです。なんか食べますかって、いや、今食事終わったからいいです。わかります？何もオーダーしないんですよ。で、座って、1時間、2時間帰らない。ちょっとね、常識で考えれば、知らない人と飯島さんが楽しく会話ができるわけなくって、なんで付き合ってられるかって言ったら、やっぱり、商売だからですよね。はっきり言って。で、そういうことをね、まあ、なかなか言いにくいって、これ飯島さんで僕も言いにくいんだから動画で喋って言ってたんだけど、いや、俺はそんなこと言えないって、じゃあ、言いますよ。仮にも僕の YouTube を見ていただいた方が、飯島さんのところにそういう形で行くってことは、少なからず迷惑をかけてるってことになってしまうんで、そこら辺ね、飯島さんのところを行かれる方、ちょっと考えてください。いつでもウェルカムっていうのは、例えばレストランやってるところに行って何も頼まないで座って、オーナーいるかってオーナー呼んで2時間話してる。ありえないじゃないですか。ただそういう方がね、一人や二人じゃなくているってことなんで、僕らね、もうそう、十数年来の付き合いの仲間でも、やっぱり行ったらね、喉渇いてることもあるし、なんかちょっとね、買ってきたりとか、日本のものも売ってるんで、そうやって、別にね、そんな恩着せがましくやるわけじゃないですけど、なんかちょっとしたもんで売り上げ立てたりとか、そういうの、やっぱり仲間が商売やってるって言ったら、応援したいじゃないですか。どんなことでも、どんな商売でも、そういうふうにね、みんな思ってます。うん。だからね、そこら辺ちょっと考えてもらいたいなってことなんですよね。だもう言ったんですね、飯島さんに。何飲みますかって、喉渇いてない。なんか食べますか、腹減ってない。あ、そうですか。じゃあごゆっくり。って言って、飯島さん上上がっちゃえばいいじゃない。って言ってね。飯島さんも人がいいからね。うん、まあ、いつでもウェルカムっていうのはそういうことなんで、うん、例えば僕らね、ここにずっと住んでて長い付き合いの人間だって、やっぱりそうやって売り上げっていうのを考えてるわけですよ、実際に。うん、
やっぱりみんな応援したいなと思ってやってるんで、そういうのを聞くとね、僕は、なんか本当にね、この YouTube で紹介したからとなんか迷惑かけちゃってんのかななんて思って、じゃあ僕が言いますって言ってね、この動画を収録しています。だからもうね、YouTube 見て初めて飯島さんに会えてくるって方もそうだし、例えばこっちにね、1週間1ヶ月いるって方もそうだけど、行ったらね、なんかちょっと頼むとか、例えば、飯島さん初めまして、つって、あ、じゃあビール1本くださいって、飯島さんもどうぞぐらい、言うぐらい、だってそんな高いもんじゃないんですよ。外人向けのバーじゃないから、ビール1本120ペソ取るなんてことなくて、いくらだっただろう。サンミゲルライト、60ペソとかそんなもんで出してんじゃないのかな。それ1本1本2本ね、楽しく喋るんだったら、飯島さんにもどうぞつって出してあげるとか、そのぐらいの気遣いを、もう子供じゃないんだから、してください。ちょっと言いにくいことね、今日は言ってますけれども、やっぱり仲間がそうやって、迷惑被ってるっていうと、これはちょっと言わずには入れないなというんで、私がこの動画を収録しました。皆さん、よろしくお願いします。餃子美味しいですよ。飯島さんね、3月の末ぐらいまでこっちいますんで、まあ、餃子品切れになってたらね、ちょっとごめんなさいですけど、まあ面白いじじいなんで、会いに行ってね、一緒にビールでも飲んで、飯島さんもどうぞっつってね、楽しくやってください。だって自分が帰った後、飯島さんがこう電話してきて、いや、参ったよ、僕それ聞きたくないですし、言われたくもないですよね。すいません。今日はこんなお願いでした。よろしくお願いします。